セシル・ローリストン・ケラウェイは、イギリス領ケープ植民地ケープタウン出身で主に、オーストラリアとアメリカ合衆国で活動した俳優。アカデミー助演男優賞に二度ノミネートされた、名脇役として知られる。イングランド人俳優エドマンド・グマンとその弟の、俳優アーサー・チェスニーはいとこ。俳優のブライアン・ケラウェイは息子。1890年に、イギリス領ケープ植民地ケープタウンで生まれる。 オーストラリアの映画界で俳優、脚本家、映画監督としてキャリアを積んだ後、1930年代に入るとハリウッドでも俳優として活動するようになるが、早くのギャング役ばかりだったためにオーストラリアに戻る。1939年のウィリアム・ワイラー監督の映画、嵐が丘に出演して、以降は様々なハリウッド映画に、 印象的な脇役として出演するようになる。1947年の34丁目の奇跡のサンタクロース役にオファーされるが断り、代わりにいとこのエドマンドグワエンがその役を演じてアカデミー助演団優勝及びゴールデングローブ賞、助演団優勝を受賞する。1948年の幸福の森で第21回アカデミー賞の助演団優勝に ノミネートされる。1950年代以降は、テレビドラマにも出演するようになり、弁護士、ペリー・メース・ニア、ローハイド、ベン・ケーシー、奥様は、魔女など日本でも放送された人気テレビドラマに、ゲスト出演する。1967年の、招かれざる客で第40回アカデミー賞の、助演団優勝に、ノミネートされる。1973年に死去。ありがとうございます。